どうも、懲罰モンキーです。初心者の方や今からボートレースをやろうと思っている方、なんとなくのルールは分かっているけど、いざ船券を買おうとなると何から手をつけていいか分からないという方も多いのではないでしょうか。そんな方のために今回は船券を買う上で最も基本的な考え方から、懲罰モンキー、ブラックモンキーが実際にやっている予想の流れの上級編まで全ての方に楽しんでいただける内容になっています。この動画一つで初めて船券を買う方でも船券購入の基本的な流れを身につけられ、船券クロートの方も僕たちの考え方を参考にさらに船券力が上がるようになります。それでは早速超初級編から見ていきましょう。ここから船券購入の流れ超基本編です。まずボートレースとは、いいモーター、いい選手を探すゲームであることを覚えておいてください。つまりボートレースの予想が上手い人というのは、いいモーター、いい選手を見分けるのが上手い人ということになります。そんなの当たり前だろうと思われる方も多いかもしれませんが、基本を再確認する意味でも全ての予想の根幹にはこの考えがあることを覚えておいてください。ここから超初級編の船券の買い方をお伝えします。超初級編ではボートレース未経験者が最速で船券予想をできるようにするということを目的にします。少しでも経験がある方には物足りない内容になっているかもしれませんが、ボートレースの本質についてもお話しするので、改めて役に立つ可能性もあるのでぜひ楽しんでみてください。ボートレースとは6人の選手が3日間から7日間に抽選で貸し出されたボートとモーターを使ってレースをし、順位を競う競技です。観客側としては上位に来る選手を予想し当てて楽しむ競技です。いやー楽しそうだとは思うけど、ルールが複雑でなんかどう予想していいかわからないよという方のために、かなりシンプルに予想できるようにしていきます。ここでボートレースにおける重要な3つの要素をまず整理しておきます。1、選手がどれくらいの実力か。2、その選手がどのコースで走るか。3、その選手が使っているモーターの調子はどうか。基本的にはこの3つだけです。上級者の予想も難しいことをしているわけではなく、いいモーター、いい選手を探しているだけです。その探し方として使うデータや根拠が難しく細かくなるだけです。難しく考えずに早速超初級者向けの予想方法を紹介していきましょう。まずボートレースには出走表と呼ばれるものがあります。ここにはレースに出場する選手情報とモーター情報が載っています。超初級者向け予想ではこの出走表を使っていいモーター、いい選手を探していきましょう。超初級編ではこの3つの要素に絞って3着までに来る選手を決めていきます。まずは1番のレース上での勝率から見ていきます。今回は先ほどの出走表の当地勝率の欄を見てみましょう。ボートレーサーはレースの着順によって点数がこのようにつけられます。その点数を出走数で割った値が勝率として出走表に記載されます。上位着の方が点数が高くなるので、勝率が高い選手ほど上位の着を多く取った、つまり強い選手ということになります。この勝率を今回出走するレース上に絞って出した数字が当地勝率です。分母は多い方が数字の信頼度は上がりそうなのに、なぜ当地に限定するかというのはレース上ごとに特徴が違っており、選手によって得意な上、不得意な上があるからです。つまり当地勝率を見ることによって選手の強さとそのレース上の得意不得意が同時にわかるということです。続いて2番のモーターの性能を見ていきましょう。モーターの性能を見るためにモーター2連率を参考にします。このモーター2連率に関しては2連対した割合ですので、数字が大きいほど上位着を多く取ってきたモーターですので、いいモーターであると言えます。最後に3番の枠番での有利不利を考えましょう。これに関しては1番2番よりも簡単で、内側の艇ほど有利ですので、1号艇が一番有利、6号艇が一番不利ということになります。ここまで3つの要素を確認してきましたが、いざレースを買うという時にこれらを総合的に判断するのは難しいと思いますので、簡単な表を作ってみましょう。1番2番の要素で勝率や2連率が一番高い選手を1、2番目に高い選手を2、1号艇の選手を1、2号艇の選手を2と数字を振り分けていきます。その3つを表にしたものがこちらです。このようにそれぞれに点数をつけると短い時間で簡単に総合的に評価できるのでおすすめです。この表の総合計の数字が低い選手ほど上位着に来やすいと思ってください。オートレースは1着から3着までを当てる3連単が主流なので、総合計上位3人が1着から3着に入るように船券を買ってみると、今回のレースでは結果は213で見事的中となりました。なんだよ、ボートレースってめっちゃちょろいじゃん。簡単に予想ができて的中もできるなんて簡単なんでしょう。しかしこの予想方法には大きな落とし穴があります。それは波乱が起きるレースを予想しづらいということです。波乱レースを予想して大きな額を当てたいという方にはこの超初級の予想では足りません。公式 LINE では毎日引けるボートくじもやっていて、超バツモンキーの激アツ予想を毎日更新していますので、ぜひ今のうちに友達登録しておいてください。ここからは少し発展して船券の買い方初級編です。ここでは超初級編で考えたレース上での勝率、モーターの性能、枠番での有利不利、この3つをそれぞれ1段階掘り下げて見ていきます。この内容は決まり手を知っていないとわからないので、決まり手がわからない人はこちらの動画もぜひ見てみてください。それでは内容を掘り下げるためにそれぞれの枠の特徴から見ていきましょう。まず予想をする上で考えるべきなのは、1号艇が逃げるか逃げないか、逃げないならなんで負けるのか。初級編からは超初級編のような機械的な買い方ではなく、展開予想をしていきます。注目すべきデータは1号艇のイン逃げ率と刺され率、まくられ率、まくられ刺され率の4つです。先ほどのレースだとこのような数値でした。このようなデータを見て、幸田選手は2回に1回は勝つので1頭は必要だな、負けるとしたらまくられ刺され率は低いので刺されとまくられかなと思考していきます。次にモーターについてです。超初級編ではモーターの勝率をシンプルに比較しましたが、それは全て過去のデータです。極端な話、モーター自体は良くなくても強い選手ばかりが乗っていて数字が良くなってしまっているという可能性があります。なので当日のモーターの調子は勝率では判定できません。そこで使うのがレース前の展示構想のデータです。ここでポイントの2つ目、各枠に必要な足をモーターが持っているのかをチェックしていきます。各枠別の重要なタイムはこちら、そして実際のタイムがこちらです。それぞれのタイムを見てみると、枠に合った足がある選手は内枠の3選手でしたね。ここまで考えた後にようやく最後のパート、予想を組み立てるに入っていきます。ここまで来たらあとは自分に合わせて組み立てていくだけですので安心してくださいね。1番2番で分かったのは、選手特徴からすれば1号艇がよく、2号艇3号艇が1号艇ほど良くないが同じくらいいい、モーター情報からすれば4号艇はいい勝率だが直前の展示タイムでタイムがあまり出ていないし勝率がある選手ではないということでした。ここで皆さんが自分に合った船券を買っていくことになります。ここではベタに本命党と穴党の場合の考え方を簡単に紹介します。まず本命党の場合ですが、少ない点数で高確率で当てたいために順当に1号艇2号艇3号艇の3艇で決まりそうという考えになり、1号艇の1着を厚くかけて抑えも2131のように少ない点数で決められるように買っていきます。この時に大切なのは6号艇はもちろん4号艇5号艇もできるだけ買い目に入れず、入れても3着までにすることで買い目を少しでも減らすことです。そんなことしたら買ってないところが来ちゃったら外れだと思ったそこのあなたは、これから話す穴党向けの買い方をしてみてください。穴党向けの買い方ではデータが良かった1号艇2号艇3号艇ももちろん視野に入れつつ、データでは今一つではあったが完全に来ないとは言えない4号艇5号艇を2着3着に入れて高配当を狙います。また3号艇がまくっていくというような外枠に展開が向きそうであれば4号艇5号艇の1着まで買って当たった時の配当を大きくすることで勝ちを狙います。まとめると船券の買い方は1号艇が逃げそうか逃げなそうか、逃げないならなんで負けるのかをデータでチェック、2各枠に必要な足をモーターが持っているのかを展示タイムでチェック、3本命狙い穴狙いを好みで予想を組み立てる、この3点を意識して買ってみてください。ここからは普段超バツモンキーやブラックモンキーがどのようにして舟券を組み立てているのかを解説していきます。急に難しい考え方が出てきそうで不安だと思った方、実は僕たちがやっている予想方法も先ほど説明した3つの順序から少し派生しているだけですぐに実践に移せると思いますので安心してください。まずはブラックモンキーの場合です。ブラックモンキーは主戦場が戸田、平和島、蒲郡といった俗に言う荒れやすい城が多いことを念頭にしてください。1、初級編と同じ考え方で選手を判断。2、ここで1号艇が逃げそうであれば最低オッズが10倍以下なら買わない。2に関しては自分は穴党だと思うけど勝てないと思う方はぜひすぐに実行してみてください。ボートレースは当てることも重要ですが勝つことが目標なので買うレース買わないレースをしっかりと分けるのはとても大切になります。3、選手の特徴を考えて予想に取り入れる。これに関しては例えば岸野孝之選手のように6着になる覚悟で本気のまくりに行くような選手は1着にするか切ってしまうということです。選手特徴に関しては初心者の方に関しては覚えていくのが大変でしょうが自分だけが分かっている選手特徴などが分かってくると予想が楽しくなりますのでぜひいろいろなレースを見てみてください。続いて懲罰モンキーの場合です。懲罰モンキーは主戦場が芦屋、大村といった本線メインの城が多いことを念頭に見てください。懲罰モンキーの場合も初級編と同じ考え方で選手を判断。ここまでは同じです。懲罰モンキーの舟券の買い方の特徴は2、基本的に逃げ本線での舟券組み立て、買い目を絞るということです。本命で的中率を上げつつ拾える穴も拾うのが僕の予想の特徴ですので逃げを本線にすることが多いですが逃げを多く買うと全く利益が出ません。そこで買い目を絞ることが必要になってきます。公式 LINE の冒涜時で予想を見ていただいている方は見たことがあるかもしれませんが1号艇の逃げを6点抑えで逃げ以外を4点の計10点に予想を絞ることが多いです。点数を少なくすることで本命でも十分利益を狙えますので本命党の方はぜひ参考にしてみてください。本日は初心者でもわかる舟券の買い方を解説しました。皆さんの舟券を買う時のポイントもぜひコメントで教えてください。またボートレースで役に立つ情報やおすすめのレースなどを配信していく予定ですのでチャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメントをくだされば全てのコメントに目を通させていただきできるだけ早く皆さんにコメント返ししていきますのでコメントもお待ちしております。公式 LINE でもボートレースにまつわる様々な情報や懲罰モンキーとっておきの予想も配信していきますのでぜひ今のうちに友達登録しておいてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。